誰も知らぬどこかにて。逃げろ逃げろ、貴様らが苦しむ様をもっと俺に見せてくれ。くそ、あの野郎。ダクデス、もう少しだけ耐えられるか。ああ、任せろ。メグミ、爆裂魔法の詠唱を急いでくれ。そう焦らずとも、たった今終わりましたよ。頼んだわよ、メグミ。さあ、あんな奴一発でぶっ飛ばしちゃいなさい。我が最強魔法の前に怪人と勝つがいい。エクスプローチャン。そんなネタ魔法が俺に通用するはずが。空間に裂け目が。おい、なんか引っ張られて。青い空、白い雲、まさに絵に描いたような平和っぷり。今日もテンペストは穏やかだな。今日は丸一日のんびりと散歩でもして。巨大な魔法反応が時空を超越し急速にこちらへ向かっています。はいはい。で、なんだそりゃ。時空を超越とかさらっと言ってたけど。うわー、今の爆発は町の近くで起きたように見えたけど。とにかく着弾地点を確認しないと。着弾地点はここか。これはまたひどく吹っ飛ばされたな。リブル様。シオン。今の爆発は一体何だったのですか。尋常でない範囲が吹き飛ばされてしまっていますが。俺も今来たばかりだから何が何だか。まずは状況確認からだな。ソエ、いるか。リムル様、爆発による被害状況はどうなってる。分かる範囲でいい。何があったか報告してくれ。住民等に負傷者は確認していません。町の中心地にも爆発の被害は及んでおりません。そうか、怪我人はいないか。不幸中の幸いだけど。しかしこれは。はい、ご覧の通り、開発中の土地は半壊。直撃した部分の被害者はまだ確認中です。早急に確認させてくれ。しかし一体なんでこんな爆発が。うちを狙った何者かがいるなんて考えたくはないけど、魔法による爆発となると使った誰かがいるってことだよな。ならば私が先陣を切って殲滅いたします。待てシオン、今回の爆発、攻撃行動と断定するのはまだ早い。しかし。シアン、落ち着けって。もしこれがテンペストへの攻撃なら、もっと人の多い場所を狙うんじゃないか。なるほど。とはいえ、何者かの攻撃だという線が消えるわけじゃない。もしもうちを攻める何者かがいるなら。リムル様、爆心地に生存者の気配を確認しました。数は4。どうやら人間のようです。爆心地から。まさか町の誰かにあの爆発が直撃したのか。それがどうもおかしいのです。先ほどまで感じなかった気配が突然現れたと言いましょうか。突然現れた。どういうことだ。こちらに向かってきます。わからん。だがあの妙な奴はいなくなったみたいだぞ。ふふ、やってやりました、私の。はいはい、けど俺らも限界みたいだ。な、ボロボロじゃないか。やっぱりさっきの爆発に巻き込まれた冒険者か。人？助かったん。しっかりしろ。すごい傷ですね。しかし
あの爆発に巻き込まれたなら生きている方が不思議ですけど。とりあえずポーションを飲ませておくか。これで怪我は大丈夫だけど、今の爆発音のせいで魔獣たちがこっちに寄ってきてるな。話を聞くのは冒険者を町に運んでからにしよう。よし、無事に運べたな。ソウエもシオンもお疲れ様。いえ、では俺はこれで先の爆発についての詳細も判明次第伝達を。ああ、頼むぞ。にしてもこの冒険者たちいろいろと引っかかるんだよな。何か気になることが？もしこの冒険者が爆発に巻き込まれただけにしては妙に戦闘の傷が目立ってたんだよ。ソウエイが言っていた爆発地点からいきなり出てきたってのも気になる。何にせよ起きたらいろいろと話を聞かないとな。そうですね。どうやら目が覚めたみたいですよ。ん？こんにちは、エリス様。あれ？模様替えしたんですか？随分とわびさびな内装に。寝ぼけているのでしょうか？それに、随分と成長なされたんですね。パッとでもよかったのに。この男、何をチロチロと。待て、むやみに刀を構えるんじゃない。すみません、この男から何やらゲスな視線を感じたものでつい。はあ、ここは死後の世界じゃない。ってことは俺まだ生きてる？おーい、体に異常はないか？ああ、不思議となんとも。ん？今どこから声が？そこの角のお姉さんじゃなさそうだし。こっちだよ、こっち。スライムが喋ってる。喋るスライム！なんだかこんな反応されるの久しぶりだな。僕は悪いスライムじゃないよ。悪いスライムじゃないって。え、それってあの有名なゲームの？ガーズマったら、さっきからうるさいんですけど。あれ？ここはどこでしょう？私たち、確かあの後。みんな無事か？おや、他の方たちも無事に目覚めたみたいですね、リムル様。ああ、とりあえずは一安心。スライムが喋った！まずはそこから説明しなきゃか。いや、悪いな。俺たち喋るスライムにあまりいい思い出がなかったもんだからさ。俺以外に喋るスライムがいるのか？まあ、驚かすつもりは一切ないんだ。この姿だと話しにくいみたいだし。これならどうだ？スライムが人間になった！今度はそうなるのか。この芝！とりあえず俺たちに敵意はない。ただ状況を知りたくてな。君たちのことについていろいろ聞きたい。ああ、俺の名はカズマ。冒険者をしてる。こっちはパーティーメンバーのアクアよ。得意なことは治癒魔法と宴会芸よ。ダクネスだ。このパーティーの立役を担っている。我が名はメグミン。アークウィザードにしてコウマ族随一の爆裂魔法の使い手。アークウィザードってのは上位の魔術師ってとこか。しかしコウマ族、そんな種族を聞いたことないぞ。この方大丈夫なんでしょうか？聞いたこともない単語ばかりで。もしかして爆破の衝撃で記憶が？ポーションで治療はしたし、それはないと思うんだけど。どうかしたか？ああ、すまない。こちらこそよろしくな。じゃあ改めて、俺はリムル。この国の名手をしているものだ。名手？本当に？あなたみたいなちっこいスライムが？おい、ヤクア、失礼だぞ。
本当ですとも。リムル様はこのジュラテンペスト連邦国の正真正銘の名士なのですから。ジュラテンペスト、聞いたことがない国だな。私も聞いたことがありません。そんな遠いところに吹き飛ばされてしまったんでしょうか。吹き飛ばされた、その話詳しく聞かせてもらえるか。構いませんよ。吹き飛ばされる前の話からすると、私たちとんでもなく変で危険なやつと戦っていたのです。とんでもなく変で危険なやつ。正体もよくわからないのだが、カズマを見るなり襲ってきたのだ。意味不明な言葉を発しながらな。人のことを散々煽りやがって、あのヘチクリン、今度会ったら絶対叩きのめす。じゃあそのヘチクリンとやらがあの爆発を引き起こしたってことか。爆発？いいえ、それは私の爆裂魔法です。爆裂？そうです、人類最強の破壊力を持つ魔法、それが私の愛する爆裂魔法です。一回しか打てない上に術者の魔力が枯れるポンコツ魔法だけどな。あのヘンチクリーンに効果があると見て打ったんだったっけ。でも結局逃げられちゃったのよね。ああいうずるいことをするのはカズマだけで十分だわ。そうか、じゃああれは君たちの魔法で。どうかしたのですか。もしかして私の爆裂魔法を見て感激してしまったとか。え、いや、そういうことじゃなくて、見てもらった方が早いか。こ、の、す、ば。というわけで、その爆裂魔法とやらで、うちの新しい住居予定地が粉々に。申し訳ありませんでした！かくなる上は土下座でもなんでも！そこまでしなくてもいいって。うちの頭のおかしい爆裂娘が待った！何度も言い聞かせているんですが、ついに人様の土地を。何を！私はちゃんとあいつにぶちかましてやりましたよ。だが結果的にだな。落ち着いてくれ。聞いた限りじゃ事故みたいなもんだろ。ちょいと被害はでかいけど、そこまで気にやまなくても。くぅ、なんて器の広い人、いやスライムなんだ。めぐみんもしっかりこの方に感謝するんだぞ。わかっていますよ、私にだってそれくらいの分別は。みんな、いた話はここまでだ。どうやら魔獣に取り囲まれたらしいな。魔獣？本当だ。てか、なんだこの数は。敵感知スキルにも大量に引っかかって。まさかアクア、またお前か。違うわよ、私は何もしてないわ。ほら、アンデッドとかじゃないでしょ。濡れ衣よ、濡れ衣。そういや、さっきの爆音で魔獣が寄ってきてたな。この程度なら俺が。いや、ここは私たちで対処しよう。せめて助けてもらった恩くらいはここで返させてほしい。恩だなんて、そんな大げさな。それに、あんな見たことのない魔獣、一体どのように私の体を痛めつけてくれるのだろうか。え、痛め、え、ああ、気にしないでください。悪いリムルさん、あの変態クルセイダーを止めるのを手伝ってくれ。これは今まで味わったことのない一撃だ。世界はまだ広いということだな。あの、大丈夫か。あ、これが通常運転なんだ。そうなのか。そうだ、魔獣でうやむやになりそうだったけど、結局破壊された土地の修繕費いくらかかりそうなんです。ちょっとカズマ、弁償代の話なんて振らないでよ。いやよ、私はまた借金生活に逆戻りなんて。
仕方ねえだろ、こんなめちゃくちゃにしちまったんだから。命を救われた上に残していくものがこれじゃ寝覚めが悪すぎるだろう。ちょっと言いにくいんだけど、土地の修繕代を出せるようには見えないというか。大丈夫です、こう見えてカズマはそれなりのお金を持っているのですよ。お前が胸を張るんじゃない。まあそういうわけだから少ないかもしれないが、こちらから出させてくれ。正直助かるよ、事故で起こったことだし、もちろん全部とは言わないけど。すいませんね、じゃあちょいとこちらに。ゴニョ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 。ん？あれ？どうしたのよカズマ、弁償の話なんてさっさと終わらせてちょうだい。早く屋敷に帰ってとっておきのあれを飲みたいんだから。おかしい。おや、何か問題があったのですか？お金の話が全く噛み合わない、というか単位が違う。単位が違う？エリス通貨じゃないのか？エリス通貨なんて俺は初めて聞いたけど、金貨や銀貨はないのか？あるけど単位はエリスなんだ。ちょっとどうするのよカズマ、お金が使えないってことよね。あまりにも話が噛み合わなさすぎる。悪いスライムじゃないよにも反応してたし、こいつらもしかしたらっていうか、やっぱり。で、この冒険者ら4名が別の次元異世界より転移してきたものと推測します。転移？なるほど、話が噛み合わないのはそういうことか。信じてもらえるかわからないけど、話さないわけにはいかないな。なあ、いろいろ話が噛み合わないことについて聞いてほしいんだけど、いいか？こ、な、す、ば！というわけで、カズマたちはそっちの世界からこっちの世界に飛ばされたってのが俺の考えだ。な、なるほど。それなら辻褄も合うのか？しかし、にわかには信じられませんね。私たちが他の世界に来てしまっただなんて。異世界、異世界に来ちまった。マジかよ。どうしたのよカズマさん、青い顔しちゃって。どうしてもこうしてもあるか。今の俺が持ってる金全部こっちじゃどうやっても使えないんだよ。じゃあつまり私たちのお金ただのガラクタってこと？どうするのよ。それはこっちのセリフだっての。他にもこんな世界があるなんて初耳だぞ。私だって初耳よ。まあまあ、こうなったもんは仕方ないだろ。帰り方はこっちでも探してみるから、その間しばらくテンペストにいてもらって構わないよ。本当か？それは助かる。ただやっぱり少しくらいは弁償させてくれないか。異世界でツケを残すのはなんていうか、いろいろと問題が起こる気がしててさ。ああ、私も同意します。元の世界に帰る算段がつくまで何もしないで世話になるというのは申し訳ないしな。仕方ないわね。けどさすがに宿なしはごめんよ。わかった、そこまで言うなら手伝ってもらおうかな。衣食住についても用意させてもらうよ。それと弁償の代わりといってはなんだけど、テンペストのみんなと異世界交流をしてくれないか。カズマたちはいろいろあったかもしれないけど、せっかくの機会だ。こんな世界もあるんだって知っていってほしいし、逆に知りたいんだ。異世界交流か、確かにいろいろ聞きたいことがあるんだよな。わかった、リムルさん。いや、リムル様って呼んだ方がいいか。リムル様の提案通り、町の修復ついでに異世界交流とやらもさせてもらうよ。リムル様ってのはやめてくれよ、客人なんだから気安く呼び捨てで構わないって。そうか。じゃあリムル、これからしばらくよろしくな。うむ、こちらこそ。じゃあ早速で悪いんだけど、修復の下準備からしてもらおうかな。下準備？何をすればよいのですか？さっきの場所で魔獣に囲まれたろ。
まだそいつらの残党がいるみたいだから、俺と一緒に掃討を手伝ってくれ。そういえば、まだちらほらと気配があるもんな。で、一緒に戦えばいいのか？ああ、基本的には俺が魔獣を片付けるから、カズマたちは打ち漏らしが出たら倒してほしいんだ。それはいいけど、正直あまり役に立つ自信はないぞ。自慢じゃないが、うちのパーティー問題児しかいないからな。質問です！爆裂魔法の使用は許可されていますか？解放されて完全復活ですし！許可されるわけねえだろ！また人様の土地に穴を開けるつもりか！まあまあ、めぐみの分も頑張ってあげるわよ。主にカズマが。カズマ、倒すのに手間取っても問題ないからな。この世界の魔獣、本当に容赦がないからたまらないんだ。すみません、なんかいろいろと。まあ、俺も打ち漏らさないように頑張るよ。なんだか愉快だな、カズマたちって。よし、ほとんど片付いた。カズマたちも手伝いありがとな。ああ、ただこれからはなるべく相当じゃなくて町の修復をメインで手伝わせてくれ。どうしてだ？いや、その相当だと約1名欲求不満なやつが出るもんで。私だけ活躍の場がないのはおかしいと思うのです。なぜ爆裂魔法を打ってはいけないのですか？打たせてください！打たせろ！わかった、そうするよ。と、今日のところはこれくらいにして、テンペストのみんなにカズマたちを紹介したいんだけど、いいか？ああ、よろしく頼むよ。このスマ、というわけで、違う世界から来たっていうカズマご一行だ。みんな、仲良くしてやってくれ。どうもカズマです。しばらくの間世話になります。違う世界からの来訪者とはなかなかの珍客だな。俺からすれば魔物の町なんてものも初めて聞いたよ。逆に俺らがここにいても大丈夫なのか？もちろん、気を使う必要は全くないからな。その通り。リムル様の客人とあれば心から歓迎する。あの、メグミンさんでしたっけ？その、着ていらっしゃる服をよく見せてもらってもよろしいですか？構いませんよ。このローブは特別製で、こだわりの一品なのです。なるほど、機能性も抜群と。ありがとうございます。参考になりました。早速、制作に取り掛かりましょう。きっとリムル様にもお似合いになるでしょうし。あ、俺用に作る気か？はい、異文化交流の一環としていい案だと思います。あ、これ断れないやつだ。わかった、シュナの案に乗るよ。ありがとうございます。あれ、どうした？いや、うちの赤はどこに行ったかなって思って。神の方でしたよね。でしたらあちらで水芸とやらを披露すると言っておりましたよ。水芸って相変わらずだな、アクアは。このスマよっ、はっ、花鳥風月。おお、おお、ああいう古典芸久々に見たな。ねえねえカズマさん、私の水芸かなり評判がいいわ。芸は身を助けるとはまさにこのことよね。はいはい、すごいすごい。ちょっと何よその招待用は。個体名アクアについての情報を更新しました。更新？ゼ、個体名アクアを解析した結果、異世界の神にあたる存在と結論付けました。神？なあカズマ、アクアって神様だったりするか？え、よくわかったな。あれでも水を司る神として信仰されてるよ。そうなのか。人、
いや、神様は見かけによらないな。ああ、まったく。あ、そういえばダクネス、さっきから誰とも話してないみたいだけど何かあったのか？カズマ、私はついに理想郷を見つけてしまったのかもしれん。理想郷？まあ確かに住みやすそうではあるけど。っておい、なんであの人たちを見て恍惚とした顔をしてるんだ？あれは間違いなくオスのオークだろ。それにあんな屈強そうなゴブリンも。どうしようカズマ、あいつらに組み敷かれた私は圧倒的な力の差によって蹂躙され。くぅん？なんだか急に寒気が。私もです。ダクネス、やめてやれ。善良な異世界住民にそういう目を向けるんじゃありません。本当にいたんだな、こういう女騎士って。こにゃちゅびゃん、ぐわっはっ。遅れながらもはせさんじましたぞ、リブル様。このガビルも異世界交流とやらに参加させていただきますぞ。ガビル様、決まってる。ガビル、カッコつけても遅刻は遅刻だぞ。空飛ぶリザードマン、へえ、そんな種族もいるのか。正確にはドラゴニュートである。ん？おい、なんだよ、俺になんかついてるか。いや、別に何もないのであるが。じなんだあいつら見つめ合って。気のせいかな、なんだかこいつと他人の気がしない。奇遇であるな、我が輩もそんなことを思っていた。そうかな、別に何も共通点なんてなさそうだけど。あら、そうかしら。そちらのドラゴニュートさんがどうかは知らないけど、なんだか肝心なところでヘタレそうなところとかそっくりだと思うわ。ヘタレじゃねえし、ヘタレではないのである。確かに、どことなく似ていらっしゃいますね。ヘタレかどうかは分かりませんが。むむ、しかしヘタレとは納得いかないのである。我が輩はやればできるとリムル様もよくご存知のはず。俺だってヘタレだのと言われる筋合いはない。よし、カズマとやら、一つここは我が輩たちがヘタレなどではないとこの場で証明してやろうではないか。おう、若い。いや、やっぱわからん。どうやってそれを証明するんだ。当然、一対一の決闘である。異世界交流記念として我が輩とカズマ殿の名。はぁ、いや、それはちょっと遠慮願いたいんだが、パッと見でもう勝てそうにないし。当然、空は飛ばないし他にも制約はつけるのである。でもなぁ。プツー、何よカズマさん、そこまで言われて逃げるとか本当にヘタレなのかしら。だからヘタレじゃねえし。くそ、分かったよ、勝負を引き受ける。だけどこっちはなりふり構わず勝ちに行かせてもらうからな。もちろん全力で来るのである。うわなんだか妙な話になったけど、お互いに無茶はするなよ。待て、このヒュンヒュン飛び回るんじゃない。文句を言うでない。武器を失って我が輩とて必死なのだぞ。ダブナー、まさか初手でガビルの武器をスキルで奪い取るなんてな。カズマの得意技よ。ですが、特に女性の方は気をつけてくださいね。あの男のスティールは一発で下着を抜き去るので。肝に銘じておきます。おい、なんか言われのない悪評を広められた気がするぞ。くそ、全然矢が当たらねえ。損撃。そう頼まれて素直に当たってなるものか。しかし、このままでは押されっぱなしである。
何か逆転の手を。行け、プレスで焼いちまえ。そうか、その手が。うむ、ではこれで終わりにするのである。え、ちょ、それはシャレにならんって。そこまで。むお、リムル様、ここからが我が輩の見せ場でありますぞ。親善試合なんだから、そこまで向きになる必要はないだろう。む、そうでありました。誰かの掛け声に押され、つい我を忘れてしまったのである。止めてくれてありがとな。今のを食らってたらヤバかった。でも正直、ガビル相手にあそこまで食らいつくなんて思ってなかったよ。いいもの見させてもらったな。しかし、ブレスを吐かせようだなんて危なすぎるだろう。誰が煽ったんだか。さて、異世界交流のつかみはこれでよしとしようか。明日からは修復の手伝い、よろしく頼むな。ああ、こちらこそできる限りのことはするよ。この島というわけで、住宅予定地の修復にカズマたちが加わった。カズマたちは冒険者って聞いてたけど、妙にこういう作業に手慣れてて、予定よりも修復は早めに進んでいった。おーい、カズマ、今日は作業を休みにしたから、町を案内させてくれないか。おう、って、その格好。ああ、シュナが作ってくれたんだよ。カズマたちがいる間、異世界交流の象徴として着てるよう頼まれたんだけど。メグミンの服が象徴なんてなんだか大げさな気もするし、まあ似合ってはいるけど、恥ずかしくない？え？そりゃ恥ずかしいわ。スライムだから性別がないって分かってても恥ずかしいわ。しかしここは異世界交流の象徴としてと。それよりテンペストの案内はどうする？カズマたちも頑張ってくれてるし、骨休みにさ。これ以上は突っ込むなと言わんばかりに話題が。ま、そこを指摘するほど野暮じゃないし。んじゃ、お言葉に甘えさせてもらおうかな。この巣場、そういえばさ、ここに来てからずっと気になることがあったんだけど。気になること？リムルって日本から転生してきた口なのか？ああ、そうだよ。やっぱり悪いスライムじゃないよって聞いたときに、そうじゃないかと思ってさ。ってことはカズマもだろ。まんま日本の名前だしな。なあ、そうか。やっぱり俺の感じてたテンペストの居心地の良さって、どことなく日本っぽいところがあったからなんだな。気に入ってくれて嬉しいよ。そうだ、もし読みたいなら漫画とか出せるけど、どうする？マジか。じゃあ案内終わったら見せてくれよ。任せとけ。お、あそこにいるのはメグミンか？なんか人だかりができてるけど。あ、カズマとリムル、ちょうどいいところに来ましたね。今まさに爆裂魔法の布教をしていたところなのですよ。爆裂魔法の布教？はい、こちらではなかなか爆裂魔法を売ってないので、とすればもうこの私自ら爆裂魔法の素晴らしさを解くしかないと思いまして。お前はどうして異世界でネタ魔法を広めようとしてるんだ。というか、ちょうどいいところにってまさか巻き込もうとしてないよな。ご明察です。特にリムルが来てくれたのは行幸ですよ。同じコーマのローブをまとう者として、共に爆裂魔法を布教しましょう。ええ、さあ皆さん、リムルもお墨付きの爆裂魔法、一度打てば病みつきになること間違いなしです。うわ、 お墨付きなんてした覚えないけど。この巣場、やっと解放された。カズマの世界では爆裂魔法なんてのが主流なのか。いや、あの頭のおかしい娘しか使ってない。あ、やっと見つけました。リムル様、カズマ様、ごきげんよう。おう、シュナ、俺たちを探してたのか。はい、その
ズマ様、これを。お、なんだこれ、手紙。アクア様からなのですが、その。アクアから？直接言いに来ればいいのに。はあ、何が書いてあったんだ。あの野郎、ここの食べ物がうまいからって俺につけて飲み食いしやがったな。でもカズマ様たちはお客人ですので、お代はいただけないですし。いや、ちゃんと払うよ。異世界でつけなんか作りたくないし。なんだかすみません、こんなお話をしてしまって。シュナさんが謝ることじゃないですよ。悪いのは全部うちのバカなんで。大変そうだな、カズマって。いつものことだからもう慣れっこだよ。だけど正直一番不安なのは。お、リムル様にコズマさん、もしかして街を案内してるんすか。ああ、てかゴブタは今の時間修行じゃなかったか。白狼が待ってるんじゃないか。いや、実は今日ダクネスさんが修行場に来て、師匠は交流も兼ねてダクネスさんを鍛えてるっす。なあ、その修行場とやらに案内してくれないか。なんだか猛烈に嫌な予感がする。いいっすよ、修行場はこっちっす。この順番。どうだ。どうも何も、まずはわしに打ち込んでもらわないとの。師匠、リムル様とカズマさんを連れてきたっす。カズマの案内がてら見学しに来たんだ。しばらく見ててもいいか。もちろん構いませんぞ。しかし見ていて面白いものではないかもしれませんがの。というと？先ほどから力量を測ろうにも動かないわしに攻撃が当たらんのではな。ダクネス殿が本気なのは見て取れるが、これでは修行にならん。申し訳ない。私の力不足でせっかくの修行を不意にしてしまって。お前な。ちょうどよい、ゴブタ、お主がダクネス殿の相手をせよ。え、自分がっすか。異世界の戦士と相まみえる機会などそうない。良い修行になるやもしれんからな。分かったっすけど、なんかやりづらいんすよね。ゲスなゴブリンめ、いやらしい目で私の体を睨みつけるとは。何を言ってるんすか。そんなことしてないっすよ。いや、ス師匠、この人なんか怖いっす。本当にうちの変態がすいません。何かあったら全力で止めますんで。どうした。私はまだピンピンしているぞ。さあ、もっと仕掛けてこい。全部受けて立ってやる。もう勘弁してくれっす。なんなんすか一体。いくら攻撃しても倒れるどころか喜ぶなんて怖すぎっす。ダクネス、マジでそのくらいにしてやれ。ゴブタさんが困ってるだろ。これからがいいところだったんだぞ。せっかくの異世界なのだ。そうだ、次はあのゲルドというものに稽古を。やめろって。お前みたいなのがうちの世界の標準だと思われたらどうしてくれるんだ。よかったじゃないかゴブタ、ついにモテ期が来たみたいで。こんなモテ期は嫌すぎるっすよ。カナスマ！リムル様、こちらにおられましたか。お取り込み中失礼。お耳に入れたい情報が。そうえ、何かあったのか。は、つい宣告をもって正体不明の飛来型魔獣が大量にテンペストに向かっていると総家から報告が。正体不明の飛来型魔獣、どんな感じなんだ。報告では
スライムのリムル様より一回り小さく、何層にも葉が重なって形成されている模様です。そんなものがテンペストに飛んできてるのか。なあ、もしかしてそれキャベツじゃないのか。キャベツ？キャベツってあの野菜のか。いやでも今空を飛んできたって話が。ああ、あのキャベツだ。俺たちの世界だと稀に大量発生するんだよ。空を飛んでくるってのも当てはまってるし。というかこちらのキャベツは空を飛ばないのか。当たり前だろ、キャベツが飛ぶなんて話今まで聞いたこともないって。していかがいたしますか。迎撃準備はとうに終えてはおりますが。え、あー、そうだな。カズマの世界ではどうしてたんだ。現物を見ないことには何とも言えないけど、キャベツならそりゃとっ捕まえてキャベツ料理にするしかないだろ。まあキャベツだしな。とりあえず俺も現場に行ってみるか。なら俺はアクアとメグミンも連れてくるよ。キャベツか、あれはいいものだ。新鮮なものほどみずみずしくて。本当に俺の知ってるキャベツっぽいな。けどいくらなんでもキャベツが空を飛ぶわけ。このすば。と、飛んでる！本当にキャベツが空を飛んでる！はい、ご覧の通り大量に飛来しています。それじゃあ久々にキャベツ狩りと行くか。はあ、あんな数のキャベツに爆裂魔法を打ち込んだらどれだけ気持ちいいのでしょうか。よし、今度も私がおとりになろう。他のみんなは捕獲を頼んだぞ。ねえ、またレタスが混じってたりしないわよね。別に美味しいからいいけど、あまり高く売れないのよね、レタスって。レタスも飛ぶのか。で、それよりも、ソエ、迎撃部隊にはなるべくキャベツに傷をつけないように捕獲しろと言っておいてくれないか。承知しました。召し上がるおつもりなのですね。当然だ、テンペスト総出であのキャベツを片っ端から捕まえるぞ。いやー、取れた取れた。これだけあればたらふくキャベツ料理が食べられるな。野菜が飛んでくるなんて前代未聞っす。捕獲もしやすいし、また大量発生してくれないっすかね。見てくださいませ、リムル様、我が輩の捕獲したキャベツの数を。これは皆の中でも一番の収穫量なのでは。なあガビル、中にレタスが混じってるぞ。え、な、これは違う野菜であるか。そうそう、紛らわしいから間違いやすいのよ。売るにしても安いし。って私もレタスばっかりじゃない。ですがどれも新鮮で美味しそうです。しばらくはこの葉物野菜の料理でもいいかもしれませんね。キャベツやレタス生活か。それはそれでどうなんだ。しかしなぜいきなりこのような見たことのない魔獣が大量に発生したのでしょうか。やっぱり気になるよな。カズマたちの世界には生息してたみたいだけどさ、カズマたちと同じように転移してきたと考えるのが自然だよな。ってことはキャベツたちが湧いた場所にカズマたちの世界につながる何かがあるってことか。そうか、もしかしたらこのキャベツがカズマたちが帰れる手がかりになるかもしれないぞ。ええ、本当か。ああ、このキャベツたちがもしカズマの世界の生き物ならキャベツが湧き出した地点に世界をつなげる何かがあるかもしれない。なるほど、確かにな。まだ確証はないけど、こんなに大きい手がかりを調べないわけにはいかないな。そうと決まれば。ソエ、キャベツが最初に発見された場所はわかるか。現在地からそう遠くありません。ご案内します。このすば。ここが最初にキャベツが目撃された地点です。また何かあったら
すぐに連絡を入れますので。わかった。よし、この地点で手がかりを探してみるか。けど何を手がかりにすればいいのか俺らにもさっぱりなんだよな。キャベツがこの世界に転移したものと仮定するなら、キャベツぐらいの大きさの穴みたいなものだと思うんだけど。そんな小さなもの、そう簡単に見つかるとは思えませんが。これは骨の折れる作業になりそうだな。あれ、そういえばアクアの姿が見えないんだけど、一緒についてきてたよな。アクアでしたら先ほどいいものを見つけたと言って一人で森の奥に入っていきましたよ。何やってんだあのダメ神は。少し目を離すといなくなるとか子供か。あ、今の姫アクアじゃないか。ああ、間違いない。ったく、また面倒事を起こしてなきゃいいんだけどな。急いで向かいましょう。アクアのことですから、すでに魔獣の口の中なんて可能性も否めませんよ。この反応からしてあの女神さん相当なトラブルメーカーなんだろうな。殺せば。あの、何してるんですかアクアさん。ああ、カズマ、よかった、そこにいるのね。悪いんだけど今すぐ私を引っこ抜いてくれないかしら。これは一体どうなっているのだ。アクアの上半身が全く見えないのだが。何もない空間から下半身だけ生えてるんですけど。はあ、早く引っこ抜いてあげましょう。この学校で放置するのはちょっとかわいそうです。そうだな、せーので引っ張るぞ。せーの。助かった。一時はどうなるかと思ったわ。で、どうしてそうなったかって理由を聞きたいんだが。それはキャベツが飛んでいるのが見えたから、後でごっそり食べるために確保しようかなって。それで追いかけていったらこの穴に入るのが見えたのよ。ちなみにキャベツはちゃんと捕まえたわ。ほら、あんだけ捕まえたのにまだ自分用に取っておくつもりだったのか。だってだって、私レタスしか捕まえられなかったのよ。少しくらいキャベツを捕まえたっていう達成感を味わってもいいじゃない。しかし本当に不思議な穴ですね。最初に見た時はアクアの新しい宴会芸かと思いました。っていうかこの穴がカズマたちの世界と通じてるんじゃないか。キャベツが出てきたのがここからなら、だけど。本当か？なあアクア、穴の中は何か見えなかったのか？何も見えなかったわ。真っ暗よ。いや、こんな変な穴に何もないわけないだろう。アクア、もう一度入って調べてこい。いやよ。どうして私がまた恥ずかしい格好で穴にはまらなきゃいけないのよ。安心しろ、二度目ならきっとそんなに恥ずかしくない。二度目だろうが、恥ずかしいものは恥ずかしいわよ。まるで夫婦漫才だな。告、解析が完了しました。目の前のホールは時空の裂け目です。お、本当か。でもアクアが中は真っ暗だって言ってたぞ。はい、個体名メグミンの爆裂魔法との関与を推測すると、多量の魔力を流し込むことで転移元とつながる可能性があります。なるほどな。みんな聞いてくれ、この穴を使えば元の世界に戻れるかもしれないぞ。マジかよ。聞いたかアクア、珍しくお前が役に立ったみたいだぞ。本当に？じゃああんな恥ずかしい格好でハマってたのは無駄じゃなかったってわけね。それなら早いところ帰りましょう。爆裂魔法が打てないとストレスが溜まります。待て、帰るのはまだ先でもいいのではないか。せめてこの世界に及ぼした影響を元に戻すまでは。町の修復のことか。ならもう十分働いてもらったよ。だからあとはみんながいいって言うならいつでも返せそうだけど。だとさ。というか
お前はどうせオスのオークとかゴブリンのいるこの世界から離れがたいってだけだろ。そんなわけあるか。私を何だと思ってるのだ。変態。にゅん。ねえねえ、私も今すぐ帰るのは良くないと思うわ。まだテンペストの美味しいものを制覇してないんだもの。お土産にでもしてもらえばいいだろ。まったく、帰る手段が見つかった途端これだからな。そう簡単に貴様たちを返すと思っていたのか。誰だ。お前、まさか。カズマ、あいつを知ってるのか。ああ、間違いない。あいつのせいでひどい目にあったんだ。まさかこの世界にも来てるなんてな。さあ行け、我が眷属よ。その者たちを完膚なきまでに始末するのだ。やはりコッパの眷属では役に立たないか。いきなり魔獣をけしかけるなんて。誰だお前は。我が名はミフェリアス。お前たちのような生まれ変わりを始末するのが生きがいだと言っておこう。生まれ変わり？転生者のことか。ってことはカズマだけじゃなく俺も標的に入ってるみたいだな。ラファエルさん、あのミフェリアスって一体何なのかわかるか。はい、個体名ミフェリアスについて解析を開始します。完了しました。個体名ミフェリアスの体組織は魂魄や怨念によって形成されています。魂魄に怨念？詰まるところ怨霊みたいなもんか。で、続いて個体名ミフェリアスの能力を解析。成功しました。主に次元間の移動、世界概念の融合を行使可能です。つまり前者は自由な回避や移動、後者は世界と世界の法則をつなげ、能力者自身に様々な影響をもたらす能力です。後者のがいまいちピンとこないけど、二つともとんでもない能力だってのは分かった。なお、個体名ミフェリアスは別世界の存在であるため、能力名は存在せず、ベルゼビュートによる能力獲得は不可能。大体理解できた。こいつは油断できない相手だな。ミフェリアス、生まれ変わりを始末とか言ってたが、何の目的でそんなことをしてるんだ？わからないか。俺の存在意義はただ一つ。傲慢で愚かな成功者をこの手で始末することだ。成功者？そうだ。お前たちのようなアンポンタンが成り上がり、ハーレムを作ったりチートライフを楽しんだりなど、絶対に許されん。あいつはさっきから何を言っているのでしょう。ただの逆恨みよ。私が見た感じ、転生後の生活に失敗してまた死んだ人間の魂の寄せ集めってところね。怨念ってのはそういうことか。そんなにむごい死に方をしたのか。愚問を。生まれ入れてすぐに死んだことはあるか。仲間に裏切られ撃たれたことはないだろうな。だからお前たちはこうして何も知らずに濃々と国を支配し、ハーレムを成しているのだ。おい、今俺がハーレムを作ったって言ったか。これのどこがハーレムだ！お前の目は節穴か！持つ者はこれだから妬ましいんだ。恵まれた立場にいながらその態度だからな。そんな成功した奴らをくじき、絶望の淵に立たせてやるのが俺の至福の時というわけだ。元転生者の魂と聞いたから同情しかけたが、どうやら情けは必要ないみたいだな。情けか。それこそ与えられたものの特権というものだ。情けなどいらぬ。
牽制者も取り巻きも全て次元の狭間に送ってやるわ。させるか、ベルゼビアト。うおお、なんだその魔法。いや魔法か。おお、爆裂魔法には程遠いですが、何か惹かれるものを感じます。カズマたちは離れてろ。こいつは俺が片付ける。さあ食らい尽くせ。能力ができなくても魂を消滅させることはできるはず。よし、完全に捕らえたぞ。なんてな、それ式で俺がやられると思ったか。いつの間に。そうか、次元間移動ってやつか。お名札、いつでもどこでもこの力があればどんな攻撃も受けることはないんだよ。気をつけろ。そのインチキ能力で俺たちの攻撃は全部かわされたんだ。私の爆裂魔法もです。この屈辱絶対に晴らしてみせますからね。爆裂魔法、ああ、あの無駄に威力の高い魔法か。あれの処理はなかなかに困ったぞ。次元の狭間に置いておくわけにはいかないから、この世界に捨ててやったんだ。お前らも巻き込まれたのは想定外だが。なんだって。じゃああの爆発はお前の仕業だったってわけか。その通り、流れ着いたついでだから、お前の国もどう壊そうかいろいろと画策はしてみたんだぞ。住民を装ってハーレム男を始末させようとしたり、大量の魔獣を召喚し襲撃させたりな。住民を装う。ああ、ガビルが言ってた誰かの声はこいつの声だったってのか。じゃあガビルを煽ったのもキャベツ大量発生もお前が犯人か。随分と回りくどい真似が好きみたいだな。だがどれも効果は薄かった。だからこうして直接始末してやろうと思ったんだよ。なんもないところからの攻撃、本当に面倒な能力だな。なんとでも言え、どうあがこうが全て無駄になる絶望を思い知れ。じゃあ果たして本当に無駄かどうか試してみるか。だから何をしても無駄だと。移動できない。どうなっている。おいおい、どうしたんだ。お得意の次元間移動してみろよ。ま、今張った結界がそれを許さないんだがな。くそ、このチートスライムが。もしかして次元間移動を封じたのか。すごいな、リブル。ああ、こいつはもうどこにも逃げられない。あとは俺がやる、任せてくれ。めちゃくちゃなことをいとも簡単にやりやがって。妬ましい、妬ましいぞ。どうした、もう終わりか。くそ、これだからチート能力持ちは嫌いなんだ。なんとでも言えと、お前の言葉を返しておくか。俺は自分の守りたいものを守るためなら何だってやる。すごい気迫だ。リムルにまさかあれほどまでの力があるとは。けどこれで一件落着よね。私たちは何もしてないけど無事に元の世界に帰れそうね。おい、お前はどうしていつも余計な一言を言わなきゃ気が済まないんだ。転生者め、妬ましい。あの、なんだかあいつの様子がおかしくありませんか。だんだん大きくなっているような。なんだ、次元間移動は封じたはずなのに狭間から何かを吸収している。これは概念だ。
お前に封じられてしまったから、すでに取り込んだある世界のものしか持ってこれなかったが、だがこの世界のものと融合させれば俺は真に無敵となる。見るがいい、俺が持つ最強の能力を。ニデリアスのもう一つの能力、世界概念の融合ってやつか。その通り、この能力を使った俺はもう止められないぞ。あの姿、カリブディスと何かが融合してるのか。カエルみたいだけど。ねえ、どうしてよりによってジャイアントトードみたいになっちゃったのかしら。もっと強そうなのいくらでもいたわよ。元の魔物は関係ない。重要なのは世界の概念だ。今にその恐ろしさを理解することになる。ただ的がでかくなっただけじゃないのか。一瞬で蹴りをつけてやる。さて、どうか。なんだあの体、俺の攻撃が全く通じてないじゃないか。まさかまた次元間移動の類か。いや、まだ結界は有効のままだ。一体何が。国個体名ミフェリアスがカリュブディストードへと進化したことにより、この世界における全ての攻撃が無効化されるように変化した模様です。なんだって。俺の攻撃も全部何にも効かないってことか。ゼ、この世界に存在する概念だけではかのものを撃つことはできません。しかしこの世界に存在しない概念であれば、その類ではないと推測します。この世界に存在しない。そうか、だったらカズマたちの力を借りれば、もしかしたら。ゼ、ただし基礎耐久力も大幅に向上しているため、瞬間的な火力によって消滅させることを推奨します。瞬間的な火力か。けどあんな巨体を吹き飛ばすほどの火力をカズマたちは叩き出せるのか。ねえ、リムルの攻撃が効いてないみたいだけど、これって結構ヤバい状況なんじゃない。さっきの進化で耐久力が爆上がりしたってことか。あの音量どこまで執念深いんだよ。カズマ、カズマ、どさくさに紛れて一発撃ち込んでもいいですか。もう我慢できません。待て、めぐみ、状況がわからない今爆裂魔法を使うのは危険だ。そうか、めぐみの爆裂魔法があるじゃないか。でも実際に見たことはないから半ば賭けになるけど。いや、迷ってる暇はない。みんな、一旦あのデカブツから距離を取るぞ。俺に捕まってくれ。ああついに中途スライムも逃げおおせるか。まあいい、ゆっくりと殴り殺してやる。このスパ。よし、この辺りまで来れば少しは時間を稼げるな。ミフェリアスのやつ、俺が逃げたのを見てテンペストに進路を変更したな。時間はあまりなさそうだ。ねえリムル、さっきあなたの攻撃が通じてなさそうだったけど、何か勝算はあるのかしら。ある。だけど俺一人だけじゃダメだ。みんなの力を貸してほしい。俺たちの力？けど明らかに俺たちじゃ力不足だと思うんだが。力量は関係ないんだ。詳しく説明してる時間はあまりないんだが、まず今のミフェリアスに俺の攻撃は通用しない。厳密にはこの世界の概念だけじゃびくともしないんだ。リムルの攻撃が効かないんじゃ、私たちにも出番なんてないわよ。いや、だからこそカズマたちの出番なんだ。俺とカズマたちの世界の概念、つまり攻撃を同時にぶつける。そうすれば奴の能力を貫通して吹き飛ばせるはずだ。なるほど、理屈は分かった。しかしあの怪物に私たちの攻撃が効くのだろうか。ああ、もともとの耐久も高いからな。だからでかい一撃で仕留めたい。
わかりました。つまり私の爆裂魔法の出番ということですね。なわけ。その通りだ。あるんだ。ああ、だけどメグミンの爆裂魔法だけじゃ俺の攻撃みたいに無力化されるだろう。そこでメグミンと合わせて俺も爆裂魔法を模倣してミフェリアスにぶっ放す。二つの世界の強烈な攻撃を同時にミフェリアスにお見舞いしてやるんだ。なるほど、作戦は分かったけど、メグミンは爆裂魔法を1日1回しか撃てないんだ。もし失敗したら。だけど現状はこれしか方法がない。メグミン以外の3人はどうにかミフェリアスの注意を引いてくれ。ついに私が活躍する時が来たようですね。皆の背中を見守ることしかできない時代はもう終わりです。おお、ずいぶんと張り切ってるな。ま、やるだけやってみるさ。これから先もあんな嫉妬野郎につきまとわれるのはごめんだからな。おとりが必要なら任せてくれ。二人の詠唱が終わるまで必ず耐え抜いてみせる。私はか弱い女の子だし、後ろからみんなの無事を祈っているわね。お前は俺と一緒に来るんだよ。ダクネスだけにおとりは任せられないからな。冗談よね。そんな危ないところ行きたくないんですけど。決まりだな。それじゃあ作戦開始だ。ちょこまかとうるさいハエどもが。うるさいハエで悪かったな。悔しかったら早く潰してみやがれ。こだ、よほど死にたいらしいな、このハーレム男が。ちょっと煽りすぎよカズマ。ダクネスを置いてあいつがこっちに来ちゃったじゃない。あれ以上の攻撃はさすがのダクネスでもやばいだろう。わー危ねえ。うわー、ちょっといきなり避けないでよ。カズマが避けたら私に絶対攻撃が当たっちゃうじゃない。何のための支援魔法だと思ってるのよ。支援魔法があっても攻撃されたら避けるのが生き物ってもんだろう。そんなことより支援魔法を絶対に途切れさせるなよ。やってるわよ。ダークネス、そっちは大丈夫かしら。問題ない。アクアはカズマの支援に注力してくれ。くそ、経験上もう少しで詠唱が完了するはずなんだが。メグミン、リムル、急いでくれ。では詠唱を開始します。でもリムルは。俺はメグミンの爆裂魔法に合わせて同じものを瞬時に撃つよ。街での不況で魔法自体は覚えたからな。そう簡単に覚えられるのは少し尺ですが、致し方なしです。では行きますよ。光に覆われし神、夜をまといし爆炎よ、コーマの名のもとに原初の崩壊を権限す。違法の大地に力の根源を隠匿せし者、我が前に進めよ。エクスプロージョン。我が前に進めよ。エクスプロージョン。あの光はダクネス、下がれ。分かっている。なんだこの力は。またあの娘の魔法か。いっけー。この程度の魔法。なぜだ、なぜ体に傷が。よし、効いてるみたいだ。やっちまえ。やっぱりデタラメすぎだろお前ら。くちゃ。無事に倒せたな。作戦は成功だ。よくやってくれたよめぐみ。あれ、めぐみ。そうか、爆裂魔法を打って魔力を使い果たしたのか。
なんとかなったな。一時はどうなるかと思ったけど。ああ、これで本当に一件落着だな。怖かったよ。今度ばかりは本当にダメかと思ったわ。みんなお疲れ様。作戦は半ば賭けだったけど、うまくいってよかったよ。俺からも礼を言わせてくれ。リムルの協力がなかったらどうなっていたやら。いいって、ミフェリアスについては俺も人事じゃなかったからさ。リムル、どうでしたか？爆裂魔法は素晴らしいでしょう。え、まあ悪くはなかったかな。うん、爆裂魔法は撃った瞬間にエネルギーをこっそり失ったぞ。連続で名付けした時と同じくらいには。確かにロマンはあるけど、もっと効率のいい魔法がいっぱいあることは黙ってた方がいいよな。実際今回の件では役に立ったし。それは良かったです。カズマ、おんぶお願いします。はいはい、よっこらしょ。さてと、メグミンがこんなんだし、一旦テンペストに帰ろうか。元の世界に戻るのは町のみんなにも伝えてからでいいだろ。そうだな。じゃ、もう少しだけ世話になるよ。こうして俺たちは転生者の怨念との激闘を終えた。あのままにしておいたらテンペストもただじゃ済まなかっただろう。あの後、普段のアクアがハマっていた時空の裂け目を調査した。やはりミフェリアスがキャベツを召喚するのに使用していたらしい。ミフェリアスは厄介だったけど、あいつが残した時空の裂け目を使えばカズマたちを返せるようで安心したな。カズマたちが帰ることを伝えたら、ぜひ見送らせてくれと声があった。みんなカズマたちと仲良く過ごしてくれたんだな。このすばカズマ殿、もう帰ってしまわれるのであるか。あっという間であったな。寂しいぞ。おいおい、そんな顔してるとまたヘタレとか言われちまうぞ。俺もちょっと名残惜しいけど元気でな。皆さんの来訪はとても良い刺激になりました。もし巡り合わせがあるのなら、その時はまた。次会う時はシュナさんにも爆裂魔法を伝授してあげますよ。その時は一緒のローブを着てレッツ爆裂です。考えておきますね。ありがとうね、こんなに美味しいものをいただいちゃって。ここでのことを思い出しながらチビチビ飲ませてもらうわ。はい、楽しんでいただければ幸いです。じー、なんでしょうか、こちらをじっと見て。いや、別に何でもない。ただ、もう二度と本物に会えないのかと思うと。本物？リグルドさん、気にしない方が身のためっす。よし、じゃあそろそろ行くか。ありがとうみんな、いろいろお世話になりました。みんなへの挨拶、終わったのか。じゃあ、次元の狭間を広げるぞ。おお、見えるぞ、俺たちの世界。短いような長いような、とにかくここでの日々は退屈しなかったわね。俺もカズマたちが来ていい刺激になったよ。まさかあんな奴まで来るとは思わなかったけどな。まったくだ。もしまた会えたらもっとゆったりと観光したいもんだな。ああ、もちろんその時は大歓迎させてもらうよ。そうですね、また会えるのなら次は爆裂魔法の神髄をお教えします。私はこの世界で夢と希望に会えた、悔いはない。まだこっちじゃ見せてない芸だってあるもの。次に会う時まで楽しみにしてなさい。とにかく
こっちの世界の冒険はいい思い出になったよ。それじゃあまたいつかな、リムル。ああ、またいつかな。またいつかって言葉が寂しい別れの中に期待をくれる。そんな風に俺は感じたのだった。今の爆発は一体何だったのですか？尋常でない範囲が吹き飛ばされてしまっていますが。にしてもこの冒険者たちいろいろと引っかかるんだよな。これは今まで味わったことのない一撃だ。世界はまだ広いということだな。爆裂魔法を撃ってはいけないのですか？撃たせてください！撃たせろ！おいカズマ、今日は作業を休みにしたから町を案内させてくれないか？と、飛んでる！本当にキャベツが空を飛んでる！何もない空間から下半身だけ生えてるんですけど。いきなり魔獣をけしかけるなんて。誰だお前は？なんとでも言え。と、お前の言葉を返しておくか。俺は自分の守りたいものを守るためなら何だってやる。さてと、メグミンがこんなんだし、一旦テンペストに帰ろうか。